棚橋宏樹の悩み相談駆け込み道場。新日本プレス昨年に一人の逸材棚橋宏樹です。今日も悩みを抱えた人が一人です。ラッパーの白井座ジャーマル、はい、33歳、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは今日の相談内容は、最近、はい、フリースタイルとかラップブームなんですけれども、うん、正しい形というか本来の魅力というか、うん、ラップヒップホップっていうものをいろんな人に知ってもらうっていうのはどうしていけばいいのかな。新日本プロレスもですね、はい、低迷してた時期があってですね、来てもらった人、聞いてもらった人が心に響くためには精一杯パフォーマンスするしかないですね。ちょっと見せてもらってもよろしいですか。本当ですか。はい、ちょっと、ビートを、はい、イエー、棚橋選手に相談、いらない冗談のボーダー、そう今日は俺はガチできてるぜ、こんな感じで棚橋の前でやる、ちょっとガチガチかもしんない、あ、ずれてる、どうしよう、ちょっとどうする、棚橋選手、あー、まだビートが弱いかな。パンチライン、はい、声が出てない、腹から声を出す、腹筋を力入れることによって声量のある力強い声が出る、その届けよう、響かせようっていうね、ここにそんなあなたに、はい、こんないい商品があります。一人だとなかなか効果が出にくい腹筋運動も、この腹筋ローラーを使えば効率よく腹筋運動が可能です。広背筋や大胸筋の引き締めにも効果があります。いいですね。腹筋を意識して、呼吸を意識して、どうですかこの腹筋ローラー、かなり腹筋に 入ったんじゃないですかね、こうグッグッと。じゃあこの今しっかり腹筋に効いた状態で、はい、ワンバースアップお願いします。まだまだやらなきゃ、頭の中からバカバカしだからダラダラ、まだファクタカタカ、たまたまだからかやばかた、体が頭たたからさ赤さたな、手転がす下の上で転がす、いつの間にドープバス、まるでジェットコースター。違う、全然違う、さっきと。どうぞこの腹筋ローラー。いや、もうこれは続けるべきだと思います。ぜひ続けてみてください、はい、腹筋ローラー、はい、します、はい。